はいどうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ、本日なんですが、天帝の使徒型ラビリンスデッキを、組んできたのでこちら使っていこうと思います。今ねラビリンス、まあ、いろんな方あるんですけども、永続トラップめっちゃ入れる方とかね、トラップカードのガン増しする方とか、あと角型、あの一般的な、いろいろあるんですけども、このね天帝の使徒がめちゃくちゃ強いと。これね、あの3枚使えるようになりましてね、あのマスターデュエルさん、あの制限解除、されまして、これどういう効果を持ってるかっていうと、エクストラデッキからモンスター行って墓地を送って、その後墓地を送ったモンスターの攻撃力以下の攻撃力を持つドラグマモンスターかアルバスを、手札に加えることができると。これがですね、まずそもそも墓地に送れるカード、エクストラデッキから墓地を送れるカードがめっちゃ強くなってるっていうのと、今現状ね、それとあと、エクストラデッキからモンスター特殊召喚できないとかいう縛り、正直ラビリンスにあんま関係ないという話がありまして、この天帝の使徒で、ガルーラを墓地に送ってワンドローを入れながら、まあ、エクレシアとかフルルドリス持ってこれるっていう動きがめちゃくちゃ強いですね。単純にその、持ってきたエクレシアを召喚してドラゴンパニシメントをサーチすれば、まあ、天帝の使徒からカードを2枚生み出していることに、なりますし、あと3枚か、まあ、1枚ドロー入ってるから、だから、まあ、この、ね、動きが、ね、とても、ね、優秀で、で、まあ、一応ちょっと、アリアンナと召喚権若干被っちゃうときはあるんですけど、まあ、それでも強いですね、この天帝の人のワンドローが、はい、めちゃくちゃ強い。で、送るカードは他にも候補あってね、なんか召喚権被っちゃいそうだなと思ったら、なんか普通にそのバスタードを、墓地に送って、ね、エンドフェイズに、エクレシア特殊召喚から、パニッシュメントサーチするか、またはフルルドリスサーチしてもいいし、なんかこの辺はね臨機応変に対応していけるんで、めちゃくちゃ強いなと思いました、使ってて。で、永続罠ね、スキルドレインだけはめっちゃ強いんで入れてるのと、あとでウララは、まあ、正直増地打たれても止まれるデッキなんで、まあ、なくてもいいかなと、思ってウララ今回抜いております。で、代わりにですね、あのガンマ採用します。結構やっぱその、ガンマで相手のモンスター消すことによって相手の展開を、まあ、ビタ止めすることもできますし、あとトラップカードしかないときに、ビッグウェルカムにウララ打たれたときにガンマぶちこーんってできることもあるんでね、なんで、まあ、そういう意味も込めても強いかなと思って、入れておりますという感じですね。で、合金用にエクストラデッキは結構たくさんかぶりが あるんですけども、ちょっとこの辺は合金用だと思ってご了承ください。はい、まあ、ちょっと合金と天帝からの、ガルーラのムーブが若干相性悪いんで、ここだからまあ一枚ちょっとペガサスとかにしてもいいかもしれないですね。ペガサス、アットイグニスターの、はい、まあ、ちょっとエクストラデッキはちょっとまだあんま調整できないんで、はい、この辺はちょっと調整して使っていただければなと、はい、思います。やっていきましょう。デュエルスタンバイ。あー、なるほど、天帝の使徒とエクレシア被ってるのが若干気になるが、まあ、天帝の使徒は最強なんですよね。これ本当にめちゃめちゃに強いという話がありまして、エクストラデッキからガルーラ送りまして、エクレシア持ってきながら、ワンドローが入るとかいう1枚が2枚になっている最強ムーブ、これめちゃくちゃ強いよな。この動きマジで強いわ。でエクレシア召喚して効果発動、これ通っても通んなくてどっちもいいわ、通んないかな。エクレシアがね、ドラゴンパニシメントで実質持ってこれるので、まあ、ドラゴンパニシメント持ってきて、まあ、セットすると、まあ、除去トラップが用意できるから、まあ、これもラビリンスと結構相性がいいところではあるかなといったところ。さあ、なかなか強力な、ギミックでございまして、カードがめっちゃ増えます。このカード最強ですね。やってることはほとんど強欲なツボだからな。なんかめっちゃ強いわ、天帝の使徒。エクストラデッキ使わないでいっちゃったら、まあ、入れ得ではある。サロニードッケ、まあ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 いいでしょう。フェンリルケアの、増殖する G はガンマを踏むのでやめた方がいいという意見と、フェンリルとかユニコーン出てくるから、まあ、1枚ドローしたいから先打てという意見がありますね。これは一体どっちの方がいいんでしょうか。まあ、ケアできるガンマはなんかケアした方がいい気もしないでもないですけども、楽園ですね。はい、了解しました。まあ、これはスキルドリームをもうぶち込んでしまったらもう何もできないんじゃないでしょうか。なんか早い気もしないでもないけど、まあいいか。まあいいや、スキルドリームぶち込みます。
楽園融合とか打って出てきたモンスターをドラゴンファッシュまで処理ればいいだけなので、まあ、全然問題はないかなといったところ。このスキルと、うおー最強カード来た、最強カード来た。ただね、いやぶっちゃけそんな今のタイミングでは辛くねえな、まあ、ちょっとレディーとかを座れる方が嫌だったので、ドラゴンは全然いいですよ、ドラゴンは全然いいです。スキルドレインの効果によって、全てのモンスターの、まあ、効果が無効になるというところがありますので、まあ、いやそれちょい後出てからの方が良くない、まあいっか、まあ、打ってくれたのはまあありがたいわ。でサロニール効果どうぞ。まだねちょっと制限改定されてる前なんで、楽園融合は2枚ほど入っている方もいらっしゃいますが、楽園融合はどうぞ。また通いされるだけなんでね、スキルドレインはまあまあきついんじゃねえかといったところではあるけれども、さあドラゴンとアルバスで、ああミラジェイドか、なるほどね。さあミラジェイド、ミラジェイドは効果無効になっているけれども遅れるってのは強いですね、普通にカードを、楽園系の、はい、まあ、それが強いところではある。まあいい、やってることはほとんどエルドルッチに近いですからね、スキルドレインを貼ると魔法トラップカード、まあ基本的にはトラップカードで相手を除去しながら、自分はなんか打点が高いモンスターをドヤ顔で出して、まあ、ぶん殴っていくというところなので、わなびで打点が高いモンスターを用意できる場合はスキルドレインは絶対入れた方が、まあ、それはね勝率は上がるかなといったところなんですけれども、さあエンドフェイズに多分動いてくるでしょうね。でアルビオンの効果、まあ、何らかの、楽園系のマジックトラップサーチできる、さっきセットできる、とりあえず通して動いていけばいいかな。赤の楽園、はい、まあ、とりあえずちょっと赤の楽園はですね、まあ、打たれると非常にめんどくさいというところはあるので、一旦赤を打ちます。あ、増殖する字ですね、いいでしょう、増殖する字 OK です。はい、増殖する字、まあ、そこまで痛くないのもいいところですね。まあ、裏抜きました、もうもう増殖する字いいやと思ってそんなに特殊召喚しなくても戦えるデッキなので、まあ、1枚ドローとか2枚ドローぐらい許したことはありますけれども、まあ問題ないかなと。で、赤の楽園割っちゃっていいか、ドラゴンマシュメって前割れるんで赤の楽園の方が鬱陶しそうですね、まあ、ワンチャンガーディアンキマイラとか出てきて、ガーディアンキマイラをなんかどかす手段があるとね、一応なんか有効だったりするんですけど、スキルドレインかってね、まあ、そのなんかなすな気がするけど、まあ、いいや、ドラゴンパッシュメント効果発動してでミラジードで、これでまた僕はワンドローが入るわけですよ。ブーケファルスからのブーケファルス効果で、まあ、ミラジードは全部っぽ入る。ラピレンス、あ、てかあれなんだ、ミラジード効果発動しないんだ、じゃあ蘇生してもいいか。あ、まあ、特殊召喚しなくてもしてもどっちでもいいけど、まあ、しとくか、次のターン殺せる可能性あるかな、ちょ、わかんねえ、まあドローによるか。でブーキファルス、まあ対してスキルドレインが貼ってあるんで、まあドローしたカードが強いこと多分ないからデッキなんで多分大丈夫と思います。でガルグラボチ送って、これめちゃめちゃ強えよな、どんどんアドサイ開いていくからね、増殖する打たれてるはいるけども、いやこれまあああ特殊召喚しなければよかった、特殊召喚しなければよかったが、まあしょうがないかそういうことはある。で6枚除外して2枚ドロー、あーなんか引いたね、なんだろうね、なんか引いたね、うららだったら打ってそうな気がするんだよな。そうですね、どうしましょう、まあ、エクレシア召喚しても意味ないんで、まあ、1600の方が打点高いからこっちでよくて、でこれあんま意味ないで、無限無限パニッシュメントあるから、まあ、セットしてぶん殴り続ければ勝てるか、さすがに一応セットして、セットして、もうセットしちゃおう、まあ、耐性あんまないから意味ないかもしれないけど、はい、あ、これ一応拮抗勝負ケアできないな、やばい、これ拮抗勝負って言われたらやばいこと起きるけど大丈夫俺いややばい、いや意味なかったわ、ちょスキルドレインで効果無効っていうかセットする意味もなかったわ、あんまり危ねえ、
今のは普通にミスりました。なんかクソ適当にセットし、してしまいました。申し訳ございません。まあ、なんとかなるでしょ。でも、キッコ勝負引いてあったら無理、大丈夫よ。無理、絶対返せない。オッケー。いいよ、ルベリーオッケー。よく相手心折れませんね。そのマグナムート、オッケー。マグナムの効果も実質無効になってるんで、福楽院どうぞ。オッケーです。で、マグナムでワンドロー入れてくるのはめんどくさいな。はい。でマグナムート効果、まあなんか3000打点を超えられなければ別にいいので、で3000打点超えて きそうな、モンスターが出てきたらドラゴンファシメントか無限包容かなんかで、まあ、勝利すればいいから、まあ、問題ないかなと。でマグナムートフクラクイーンバンドローいいです。はい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 。あ、俺のエグレッシャー戻してくれるんですか。優しいですね。まあ、天帝の使徒の何サーチ先がな、できるんで、これまた天帝の使徒引いたら使えますよ。エクレッシーあんま戻さない方が基本的にはいい気がするけどね。ちなみに天帝の使徒は一応サーチがないと使えないので、まあ、サーチあると使えちゃうので、まなんその、まあ、やんない方が良さそう。うわ、横3000ダル。横3000ダルシムなんだけど。まあ、別にダルくはないけど、今。愚かな埋葬、はい。どうぞ。ビッグウェルカムでね、バウンスもできるし、無限保養で無効もできるし、まあ、無効っていうか、まあ、無効はできないから、地球道にあるから。で、ドラゴンパシメントで破壊あるから、まあ、多分大丈夫だと思います。楽園融合とか撃たれても、まあ、別に大丈夫かなと、思いますね。なんなら、前盤面2体しょれるんで、大丈夫じゃないですかね。まあ、ミラージェイドで全部しょられたら、まあ、フェンリルで特殊召喚してぶん殴り続ければいいので。ああ、なんとなりそう。はい、いいでしょう。ちなみにね、あの召喚したモンスターの効果無効になるじゃないですか、スキルドレインで。それをね、ビッグウェルカムで戻して効果有効にするっていう一応プレイングもあります。あのスキルドレイン化で無効になっているけど、その効果発動したタイミングでバウンスしてあげればスキルドレイン化から逃れて自分の効果だけ有効みたいなね。これ強制出し投手も一緒。あ、打たないんだ。楽園融合は打たない選択肢。まあ、じゃあ3400なんていうライフは守れませんけど大丈夫ですか。さあ、ドラゴンファシメントの効果発動、ルベリオンを対象に、こちらうるさいが黙ってほしい。ヌトソー爆破でヌトス効果発動。ちょ、お前ラビレンス君たちさ、ちょっと一回黙ってほしいんだよね。一旦黙ってほしいわ。はい、これがまあラビレンスというかスキルドレインのパワーだね。マジで何が強いってさ、やっぱさ結局さあれなんだよな、あのスキルドレインなんだわ結局ね。で召喚して、これもうるさいので黙ってもらってバトルフェーズで入ってゴー。対戦ありがとうございました。これ天帝の人多分強えぞ。1枚が2枚になってる時点で最強に強え。なんか制限カードめっちゃ吸い付いてくるな。スキルドレインをしてくれと言わんばかりのハンドとなっておりますね。まあスキルドレインあのパカれると一応高校からでも結構強いっていうのがいいところですね。永続罠のいいところですね。まあパカれば一応高校からでもまくれる可能性があるというところ。まあこれエルドリッチとかの環境と一緒ですよね。なんか、まあ、パカってやればあの相手の先行どんだけ強くてもなんかあのワンチャンがあるみたいな。天帝の人もね、あと高校まくりも結構強いですね。あの失礼ほど強い。あの天帝の使徒で、まあ、ヌトス送って、相手のカードを破壊しながらエクレッシャー持ってこれるんで、でドラゴンパンチメントサーチワンチャン通ればね、次の、まあ、3ターン目、4ターン目ぐらいにドラゴンパンチメント打って相手のモンスター破壊したりとかできるんでね。だからね結構強いです天帝の使徒は。これを3枚詰めるようになるのはかなりねディモールといいね。いやほんとエクストラ機使わないだけめっちゃ強化されるから。儀式式ドラグマは、まあ、ちょっとデッキパワーが低いからだけど、ラビレンスみたいな、X デッキほとんど使わないような、あの、わらびテーマにはマジで天帝の使徒3枚入れとくかなと思いますね。あと、メタビートみたいな、デッキも、天帝の使徒入れとくな気がするわ。X は使わないからね、ほとんどね。まあ、ちょっと、最近のメタビートは結構、こういうギャラクシートマホークみたいなモンスターが飛んできますけど、いや、これマジで飛んだことやばい。これを、抹殺とか言われたりすると、ちょっとさすがにやばいですね。あーっと、オッケー取る。危ねー。
通る、オッケー通る。でトマホークできないとなると意外と結構、あオッケー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 、あ止まってくれた、ありがてえ。うわ伏せ多い、そんなに伏せあんの。まあ一応出しといた方がいいか。次のターンラビレンスの効果も永続トラップ、あトラップカードの効果も使えないから一応出した方がいいですね。でまあトラップが無限包容とかあるんだったらそれにチェーンしてレディーオブ、あー増上 OK 打てるんで大丈夫かなと。まあ増人はね、まあ結構いつ投げるか難しいですよね、ラビレンスって。まあ1枚ドローで終わっちゃうんでこれ、まあ、次のターン展開するかとかもまあ不透明ではあるんでね、まあいつ打つかという話はあるけれども。さあプリペア効果 OK、プリペアは、除外ゾーンとかから出せるんだよな。はいはいはい、オッケー。了解しました。とりあえずチェーンはありません。はい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 、ユニコーンですね。了解しました。で、セット、どうすっかな、立ってにして、殴ってからでいいか。ユニコーン落としいな。一応エクストラ抜かれると、まあ一応こっちもエクストラ使わないけど使うみたいなもんなんで、ガルーラとかいるから。まあ、一応殴ってでユニコーンだけしょってからプリペアとバースあんの結構強えな相手、めっちゃ展開されるじゃん。まあ、エクレシア出してまあ増人打たれるんだったらここで打ってくれた方がまだマシ。ああいいよいいよいいよ、オッケーです。なんかあんまりね刺さんないんでね増人、1日効果みたいなもんなんでこれ、まあ、そんなに大丈夫かなと。でエクレシア効果発動で、トラップカード打つんだったらレディが効果発動してなんかセットされるからそれはそれでうざいみたいな。あーはい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 、いやこれね、いや全然辛くないっす。はい、まあどっちにしてもドラゴンパンチでセットいけるしねこれあんまりそれは意味ないんじゃないかなと思いますね。パニッシュメントかビッグかどっちかなんだけど、まあビッグでいいんじゃないかなこれは。ビッグの方が毎ターンアドバンテージ稼げるじゃないですか、上司がいるから。なんでビッグセットした方が良さそうで、次元衝撃あるんでエクシーズできないから次のターンまあ多分ほぼ大丈夫かなと思うんですけど、セットまあこれでエンドかな。トマホークはね、あの1回効果使うと次のターンはただの置物になるので、あいつはただの横3000の壁。ちょっとプリペアかバースやっとこう一応な。で、レディー効果。さあ、セットしていくカードは、ビッグにチェーンしてるので、まあ、ドラグマパニッシュメントとかですかね、これ。パニッシュメント置いといた方が強そう。はい。で、ビッグ効果、上手出して、で、エクレシアちゃんを戻すと。ここでエクレシアを再利用していくというスタイルですね。強すぎますね。はい。で、白金賞の効果発動、まあ、プリペアですかね、まあ、一応、バースだけは残して差し上げましょう。さあバース効果 OK、 バース効果発動して、ユニコーンが持ってくる、まあ、フェンリルいないからまだ全然大丈夫だな。でユニコーン効果、ユニコーン効果か、まあ、別に通してもいいけど一応スケールドラ打っとく、分からせるか、まあ、一応、まあんまりこれ通しても別にいい気がするけど、まあ、あとはこの2900と3000の壁多分抜けないです、あのデッキ。はい、多分絶対抜けないと思うでまあレベル7みたいに並べてきたら、まあ、ドラゴンパンシメントで分からせればいいし次元衝撃もあるので、いや多分ねこれクシャトリアって絶対この2900と3000の壁抜けないんだよな。あいつらって打点めっちゃ低いじゃん。そう、打点がねめっちゃ低いんですよね、あの人たち。そこが問題ですよねあ、墓だ強えな、なるほど。あ、オッケーオッケー、まあいいや、そんなに痛くないでいいっす。であとはあの横3000の壁を処理しないといけないんで、まああれだけっすね。まあドラゴンマシュメントあるんで大丈夫なんですけど、パニッシュメントででも割るのはどうだろうね。まあバース割っといた方がいいかなと思うんですけど、シャンドラ来た。ではですね、っていうか俺これ4000連続くらいでパニッシュメント、パニッシュメントじゃない、スキルドリーン開いてるんだけど、これ俺訴えられないかな、これなんかめっちゃ通報されてそう
なんかさ、スキルドレイト1枚になったからさ、うん、そうだな、スキルドレイト1枚になったから、だから めっちゃ引けないんですけど、なんかすごい吸い付いてくるんですよね。外役、外役実況者の、まあ差がなのか知らないけど、スキルドレイめっちゃくるんだよな。天帝の人はとりあえずいいか。バトルフェイズなんかあの一応ね、先行の天帝の人の使い方は結構見せれた試合、何戦か取ってあるので多分どれが採用すればいいけど、高校の天帝の人の使い方がねちょっとまだ取れてはないんですが、でも3枚入れられるはずが今2枚しか入ってないからな、まあ、3枚になったらもっと強いと思う。おセグメンタルドラゴンじゃないですか。はい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 、はい、妥協召喚できるやつですね。結構強いですよねこの人ね。あのクシャトリアで使うとね、まあただ2600なんで抜けないとクシャトリア絶望的に打点足りてないぞ今現在ね。深刻な半導体と打点不足と言われてますからね。お雷先人、なるほど、ハミセン、はいはい、いいでしょう。ランク7したやつをビッグエルカムで戻してあげればもう何もできないと。エクシャトリラ、シャングリラ、OK です、 OK です、全然多いです、 OK です。次元障壁使うまでもありません。エンドフェーズ、じゃあビッグエルカムで帰ってもらっていいですか無慈悲、あまりに無慈悲はい、殴ったら勝ちですね。バトルフェイズ対戦ありがとうございました。あまあ、何が強いってね、やっぱね、スキドレカでのね、3000打点簡単に出すこのデッキはね、頭がおかしい。あ、なんかハンド強そうじゃねえこれ。これめちゃくちゃ高校、まくり最強みたいなハンドしてんじゃん。真なる太陽神、何マリクじゃん。珍しいな。天帝の人とね、フェンリルあるから、これ相当高校まくりに向いてるハンドだね。これ天帝の人で相手の除去しながらフェンリルでもう1枚除去できるんで、まあ、2枚除去くらいは高校から入れるから。でしかもスキドレビッグ強奪があるので結構強いですよこれ。なるほど、うるさくいいでしょう。なんかあれかな、マリンセス、マリンセスラーっていうデッキですか。そんなデッキあんまり聞いたことありませんけども、やべえ、なんかガンツ見えたんだけど、ガンツガンツ見えて草なんだけどやばい、ちょ何このデッキ、ちょ分からない、何これ、どういうこと。あ、そういうことか、アネモネでガーディアンスライム蘇生できるからそれ使うってこと。あ、へえ、おもろ、なるほどですね。あ、ゴッドスライムなんでお前に、なんでお前に召喚ムービーあんだよ。イニシエの呪文により召喚系、うわ出たー、ガンツきたー、やばい、相手ターンで数えて2ターンの間魔法トラップ打ってない、これやばくない。ちょっと待って、天帝ローション腐ったよ、あかん、やばい、ちょフェンレイルビート始まるぞこれやば、十分強そうだけどな。フェンレイルビート、フェンレイル出して、でフェンリル効果で、あーウェーブ、はい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 、で、ウェーブ効果、モンスター効果無効になる、フェンリルの効果無効になってしまう、いやきついな、なるほどな。アバターは抜けない、ただアネモネは抜ける、で魔法トラップカードは2ターンの間使えない、いやガンツきつ、この弾マジきついな、やばすぎなんだけど。え、俺これ次のターン俺生きる、あべ、真なる太陽神で殴れねえややばすぎ、やばいやばい、俺これ生きるから、やばいやばいやばい、シュシュなんかあのガンツの弾にやられる、やばいかもしれない。これ次のターンもちなみにトラップカード使いません、なんとかしなければなりません。フェンリル君で頑張る、フェンリル、お前にかかってるぞマジでお前にかかってる、お前が、あ、え、いいの？女子ゴタはしょ、あー、ガーディアンスライム。いや、そっちの方がやばくねえかな。いや、これどっちだろう。でも、ガーディアンスライムの方がなんかやばい気がするんだよね、これ。いや、これゴッド
スライム やられるとやばいから、これガーディアンスライムだな。ガーディアンスライム、これね、ゴッドスライム出されると対象取れなくなるんですよ、他のモンスターが。まあ一応スキンプレイあるんでなんとかなりますけど、多分その場合でも、まあ、言うて3000打点でぶん殴られるのめっちゃきついんで、とりあえずこれで邪神アバターとアネモネで頑張ってもらって、で次のターンのエンド超えれば一応トラップ使えるから、それでなんとかするしかない。頼む、耐えてくれ俺の心臓。頼む、耐えてくれ俺の心臓。でもバブルリーフは大丈夫か。バブルリーフは大丈夫だ、今そんなに大丈夫。打点が上がるだけでしょ。え、これ7800届かねえよな。ブルータン、いいよ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 、いいですいいです、全然いいです。で、いやー、ウェーブ回収されんの痛えけど、グレートバブルリーフ効果発動して、除外ゾーンから呼び戻す効果で、シーエンジェル戻ってくる。いや大丈夫だ、いやいける、よっきょけ耐えた。しゃーべー、あのガンツとかいう球マジでやべえけど、なんか耐えてるわ。でセット OK、 でエンドフェイズ、これで次のこのエンドフェイズをの、いや弱い、このエンドフェイズを乗り越えればワンチャンある。マジでこのエンドフェイズ乗り越えればワンチャンあるから、このエンドフェイズを乗り越えればマリカにも勝てるんだから。次回リューシスデュエルスタンバイ、やかましは、セットですよねこれ。まあ今日のところはこんぐらいで勘弁しようでやるか。今日のところはこれで次のこっから俺と魔法トラップ打てるから。あー、ぶね、耐えた。あのガンツの弾マジでやばいから、でもガンツの弾もしワンチャンこれでガンツの弾もう一回出されたら、スキドリすればいいかなと思いますね。多分大丈夫だと思います。はい、やべ、マジでやばいこと起きた。下僕きつかったけど耐えてる、いけるぞ。そう、諦めたらそこで試合終了。井上先生も言ってるからな、安西先生からは。安西先生、まあ、実質井上先生が言っていた。諦めたらそこで試合終了、つまり諦めなければいける。何？スモールバードいいだろう。スモは、ラーの抑神竜、ガーディアンスライム除外して、これ何これ。絶対、邪神アバター出したいおじさんじゃん、これ。やばすぎ。やばいこと来た。出てきてからスキドルでいいんじゃないかな。うん、でもそれで間に合うと思うね。やば、絶対アバター出そうとしてるよね。はい、さあどうする、サンタリリースか。な、邪神アバターに絶対的信頼置いてるやついるな。はい、また、犯罪カードをオープンしてみました。これマジでさ、今日スキドレしか発動してない。俺多分これ5000連続でスキドレ発動してんじゃないかこれ。いや、こんだけスキドレ発動できたらそれ勝てるわみたいな話あるわな。まあ発動出なかったんだけど2ターンぐらい。サイマルトマイニングどうぞ、いいですよ。いや、これきついでしょ、もう召喚剣使ってるよ。でブルーター持っていってこれあんま関係ない。で攻撃力ゼロしかない、攻撃力ゼロの雑魚がぼったってる。いや、さすがにね、いけますよ、さすがにいけました。さすがに。さあ、天帝の使者の効果を発動。天帝の使者の効果によって、使い道は、まあ、ヌトスぶっ込んでみたいな感じかなと思うんですよね。後ろ一応ケアしなきゃいけないので、ヌトスぶっ込んで、エクレシア持ってきて、ヌトス効果で後ろ終わるみたいな感じですね。はい。で、まあ、セットカード割って、それなんすかね。あー、そうかそうか。マリン先生ウェブです。回収したか。で、上、ウェルカム、あ、ラビレンス・ラビレンス発動して、でビッグウェルカム・ラビレンス打つとカード破壊できるんで、こうですね、先こっちか、先こっちだな、エクレシア召喚効果発動でビッグウェルカム効果、ね、これでね、あのスキルドレインかですけど、なんとエクレシアの効果を有効にするという最強のムーブできますよ。今いきますね。もうこれは打点でいい。で、レディー。で、戻す。
するとエクレシアのあで、ラビレスアベンスの効果によって相手のカードを破壊しながら、エクレシアの効果が有効になりドラゴンマネジメントをサーチできると。全てが噛み合う最強デッキ。あとはまあひたすらにぶん殴り続けてれば勝てるだろう。やぶねー、マジでガンツの弾出されて終わるかと思ったけど、フェンリル君マジで優秀だ、ありがとうな。